ここは八ヶ岳エコーラインです。今正面に見えてるのが八ヶ岳で、多分あそこ、上の方が芝生みたいになって見えるところが、霧ヶ峰だと思います。で、この先に諏訪湖があります。すごく綺麗なところですね。ここは長野県。さあ、じゃあこれからあの霧ヶ峰を目指して走っていきたいと思います。のどかなとこですね。素晴らしい。在宅勤務できるんだから、こういうとこで働いてても全然問題ないんですよね。どうですか皆さん、ここに引っ越してきて、都心の会社のリモートワーク壊れちゃいますね。